平野紫耀ナンバー I からソロデビューへ、中国市場も視野に入れた新たな挑戦。東京ドームコンサート開催決定、デジタルシングル配信の可能性。12月16日、滝沢秀明氏が率いる芸能事務所、とべ、は、2024年3月に全所属タレントが東京ドームで開催されるコンサートを発表しました。 メンバーには元 V6 の三宅健さん、元キスマイフト2の北山博光さん、元キング・アンドプスの平野紫陽さんなどが含まれ、その華やかな顔ぶれが話題となっています。本校では、特に平野紫陽さんの最新の動向に焦点を当て、新たな舞台裏が明らかになっていることを報告します。平野紫陽、神宮寺ゆ太、岸優太、新たな一歩への挑戦。 平野耀さんと共に新たなスタートを切った神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさん。彼らは旧ジャニーズ事務所を離れ、新たな芸能事務所 CC、A、での活動を始めました。この3人は共通の目標を抱えており、それは世界で活躍するアーティストになりたいという強い意志があります。 昨年11月の取材では、平野さんが旧ジャニーズを辞めた理由として、強い海外執行があったことが語られており、その夢への第一歩としてデジタルシングルの配信が検討されています。デビューコンサートに先駆け、ナンバー・ I の新曲デジタルシングルが登場 情報筋によれば、平野志洋さんが所属するグループ、ナンバー I が来年1月にデジタルシングルの配信を行う可能性が浮上しています。これは東京ドームでのコンサートに向けての新曲を引き下げたものとみられ、ファンの期待は高まっています。 デビューコンサートが行われる東京ドームは芸能界きってのビッグステージであり、その舞台で新曲を披露することは彼らにとって重要なステップとなるでしょう。平野紫耀の新たな夢、ソロデビューへの第一歩。一方で、平野紫耀さんはグループ活動だけでなく、ソロでの活動にも意欲を見せています。 複数のレコード会社関係者によれば、来年1月には平野さんのソロ曲もデジタルで配信される見込みです。この情報は、7月に、女性セブンが報じた平野さんのソロ曲収録の噂と整合性があります。報道によれば、高いダンスの技術を活かしたダンスナンバーとなる見込みで、これが実現すれば、平野さんの新たな才能に期待が寄せられることでしょう。 中国市場の可能性、平野仕様のグローバル展開。平野仕様さんは、すでに中国での人気を証明した形跡があります。11月30日、香港で開催された、ルイ・ヴィトンのイベントに参加した際、その名前が中国の SNS プラットフォームである、ウィーボーでトレンド入りしたと報じられました。ウィーボー。 1> はついたちのアクティブユーザー数が2億人を超え、ヒラノさんに対する関心の高さがうかがえます。このことが示唆するように、中国市場は彼らにとって大きなポテンシャルがあると言えるでしょう。デジタルで楽曲を配信することで、彼らの世界進出への夢が現実のものとなる第一歩となるでしょう。ヒラノ仕新たなフェーズへのステップを踏み出す。 平野紫耀さんが所属するナンバーアイが東京ドームコンサートに向けて新たな挑戦を始める。デジタルシングルの可能性や平野さんのソロデビューについての情報が浮上し、これらの動きは世間の期待を一層高めています。 特に注目されるのは中国市場での成功の可能性であり、すでにトレンド入りしたことが示すように、平野さんのグローバルな展開が期待されています。ファンや音楽業界関係者は新たなフェーズに進む平野紫耀さんの活躍に期待を寄せています。